お昼のゲームで相模原が引き分けました。したがって敗れますと今節での秋田の昇格優勝はないということになります。繋いでいこうというところでしたが再び奪い返した。さあ繋いで右から低いボール、さあそのシュートだ。最後は飯野がセーブをしていきました。最後はこの山田のシュートでした。後ろに下げる、繋いで江口から速いボールは抜けた。最後は中村のシュートでした。頭を抱えた中村、中村亮太のシュートでした。このボール中村にドンピシャルが体を張って戦う姿勢を見せてユースの選手を勇気づけたいと話していました。さあここ抜けてシュートだ。中村シュートこぼれている。中村亮太のシュートでした。積極的にゴール前シュートを放っていきます。秋田、あここは競った。さあチャンスシュートだ、決まった。中村亮太先制点、クラウブリッツ秋田 J2 昇格に向けて大きな先制点を挙げました。相手のミスを逃しませんでした。少しカビナス・ジェファーソンが滑っ、最後は川原慎吾のクロスを上げて坂本ですがファンチング、こぼれてシュートまで行く。最後は東馬のシュートでした。頑張っ中央、菅野右に切り替えて中村、中村のシュートはキーパーパンチング。ここは落ち着いた守備でした田中雄大。コーナーキックです。左足得意のこの中村二郎のシュートでした。ただ枠にはしっかり、ファーサイドに中村スペースがあった。ここは縦に出していって、さあスルーして若さ、若さがシュートだー。最後クロスからシュート、決めたのは中村亮太、今日2得点目。ここは山田からのボール、久富がスルーして若さ、そして最後ファーサイド待っていたのは中村亮太でした。今シーズン10得点目、今日2得点。菅野から中村二郎、前に坂本が動き出しを見せるが、ドリブルで仕掛けてシュートまで行く。中村二郎のシュートでした。しかし田中雄大が立ちはだかりました。来たっていたと思われます。このシュートよく弾き出し、競り合いに行く。しかしここはボールをキープした。さあ前を向いて菅野、縦に出した。さあチャンスだ、坂本切り替えてシュートだ。おー、田中雄大ここも防いだ。今シーズンまだ失点わずかに8。さあここは切り替えてシュートだ、坂本。最後は荻野からのボール、最後追って高木ですがシュートまで行く。これはタッチライン割ったところで試合終了のホイッスル。軽くガッツポーズ、そして笑顔を見せました。今長野ビハインドという状況になっています。ですので長野はこのまま敗れますと、キャプテンの中央に見事な無敗優勝となりました。クラウブリッツ秋田、高々とシャーレが掲げられて、そしておかわりのもう一度